じゃあ新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。なんか今日はビロが報告があるみたいなんだけど何何実はあの、はい、1年間付き合ってる今5歳下の彼女がいるんだけれども、はい、2014年11月にちょっとグアムで挙式を挙げることにしまして。マジですか。新年早々ご報告。大報告。そうですね。いや、おめでとうございます。これはもういきなりですね。2014年、いきなりですね。ちょっと結婚をね、ちょっとこのアンチ結婚のグループ全然そんなことではない。ないないだね、あれは。 それはね、マサぐらいで。あ、うん、そっかそっか、うん、俺もだいぶもそのそんなことなくなってた、ね、ああ、そういう気がなくなってきた。いきなり反感を買うようなねそうだよね、なんかもうすみませんぶちゃこんできたよ。ほんとね、結婚は、ね、そうねねえ、もうてかもう11月っていう風に決まってるんだ。うん、そう、もう1年切って付き合って、そう、付き合って1年で決めて、うん、その1年後っていう形で、うん、うん、そっか。じゃあこの前収録した時にはもうだいたい見通しは立ってた、うん、見通しは立ってた。うん、でも確定はしてなかったもんで、まだ挨拶とかもしてなかったんで、ちょっといろいろそこは決まって、今向こうの親にも挨拶して、うちの親にも挨拶してって感じで今来てるかな。はい、向こうの親にどうやって挨拶した？いや、もうスーツ着て。そうだよね。それであれ行ったの？あれ手見る。あれ行ったよ。行った。結婚させてくださいという感じで。そしたら、そしたらね、あのすごい真面目なお父さんで、あのいいお父さんなんだけど、うん、ちょっとなんかあるかなと思ったけど、まあ2人が幸せならいいよと、ね、うん、お父さんとはもう面識はあったわけ？顔は合わせて玄関では、うん、竹内子を巻いてみたいな形で、うん、あの挨拶どうもみたいなことはしたことあったけど、うん、改まって改まって話したこととか会話はなかったので、そこで初めて会話した。それはね、ドキドキだね。ドキドキだね。正座してね。そうだよね。そうそうしたくね。やっぱスーツで行くの大事ですよね、あれね。見たことあるの？いや、なんか聞いたことあった。だからたまに何を思ったか普通のカジュアルな格好で行くやつがいるらしくて、なんかね、あの前回もね、あの参加してたあのあミュージシャンとか、彼は宿だったね。普段って派手まで普段行ってた。彼は11時ぐらいに行ったって言ってなかったっけ。なんかある程度あれがあればいいけどさ、ない状態で結構カジュアルで行くと、やっぱりなんだかんだ言ってね、まあ、そういうところもやっぱり印象悪いよみたいな、うん、そこでちゃんとできないやつと結婚していいのかみたいな。そっかそっか、そうだよね。感じになるらしいもんね、うん、一緒にね、一回しかない。そう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 、じゃあもうちゃんとした方がね、うん、大事よ。そうだね。じゃあ今年いろいろ、ね、そう、今年の爪とかね、うん、あと、まあ、指輪買ったりとか。いいですね、指輪買うんだね。そうだね。どこの指輪買うとか決めたんですか？ああ、もう注文はしたんだけどね、うん、トヨタの T フェイスで買ったんだけど。本当はな、短いやね。トヨタにあるんですよ。金も落としちゃった。金もそう。トヨタにあるお店とか。うん。婚約指輪と結婚指輪、3つ買ったもんで、バグダラキのことさせてもらって。3つだったんだよ。地域の活性化に。結婚指輪、まず婚約指輪。自分のやつと相手のやつだもんね。うん、そうそうそう。T フェイスで好きなとこはあったんだ。あー、いや、そういうもんじゃない。彼女が、の、お兄ちゃんか、お兄ちゃんがそこを一回見に行った時にすごいなんか感じが良かったって言って、で実際二人で行ってもすごい感じが良くて、境の方も一回行ったんだけどね。あそこ行った、あそこ偉い目でやっちゃって。あそこ行った偉い目。あそこ何でやっぱ向こうはすごい、もうゼクシーとかにちゃんと乗ってるようなさ、すごい大きい、ね、大きいとこで、で行ったら行ったでちょっとこうケーキとか出してくれるような。うわぁ、そのとこあんの？椅子に座って、うん、でもそう、リング決めて、リングがまあね、結構いい値段して、それプラスなんかそのダイヤモンド、これ20万、30万、40万、まあ松竹梅みたいな感じで、
どれみたいな感じです、ね。まあ、3つ出されたら真ん中を取るみたいな。そうそう、私は真ん中を進めですって言ってるけど、ね、まあ、でも本当見に行っただけだったもんでさ、うん、じゃあまあ見積もりだけでって言ったらさ、はみたいな感じになって、うん、あ、そうなの。でもうちのありがダメなのみたいな感じで、いやでも今日買うつもりなかったんだったら、いや他も一緒だからもうここで決めなさいみたいな感じです。え、そんな感じだったの。すごい高圧的で、へえ、すごい、もうなかなか話してくれなくて、うん、いいよ、ちょっと待って、今日はこの場で行っちゃっても、あ、店の名前、うん、覚えてないけどね。あ、覚えてないぐらいのね、場所覚えてないけど、うん、すげえ有名なとこでね、ど忘れした名前、なんだっけ、そう、すごい、まああっちの方はなかなかそういう上の方からも厳しいのかな。ああ、そういう風になってんのかね。ダイヤとかもさ、本当違いが分からんもんでさ、うん、その違いを説明詳しくしてくれるのかと思ったら、あんま違いを説明せんと、もう、うん、あの新郎様の愛情の大きさで選んでみたいなこと言われて、そうなんだよね。挑発的なのは、挑発もいいとこじゃん。足元見てくるね、完全にね。愛情の大きさで。なんでダイヤを選ばなかんのかっていう感じで、その誰が得するかって言ったら、もうこのお前らしか得せんやろっていう感じでさ、そう言わんかった。いや、まあでもじゃあそこで俺もさちょっとイラってきてさ、さすがになんか愛情の大きさをなんかそのここの場でさ分かられてさ、でいやもう出ようかなと思って、まあ見積もりだけもらって帰ろうかなと思ったんです。そうそう、見積もりも結局向こう出してくれんくて。出してくれすら知らない。紙代がもったいない的な感じなのかな。なんかきちくさいね。すごいよ。もうぜひじゃあね、この今日の収録の間に店名が分かれば、うん、ことはね。そうだね。店名本当に、うん、言いたいぐらいだね。あれはね、うん、あれひどかったっす、ね。うん、彼女を横にして怒るわけにもいかんしさ、まあね、その幸せのね、あのイベントごとでやってきてるのにさ、わざわざ名古屋まで、そこで俺が怒っちゃうとさ雰囲気悪くなっちゃうからっていうのもあって、その辺もやっぱり知ってか知らずか、あの振動をかなり挑発的に吹っかけてくれるところがあったんだよね。あのなるほどね。そうそうそう、逆にみんなそういうところに行く人って買っちゃうのかな。見えそう、本当に見えだと思う、あれは。ねえ、だってそうやって言われるとじゃあ買うしみたいな感じ。そうそういうやつか。そうじゃあもう俺の懐舐めんなよみたいな形で、逆にね、男は買っちゃうって言うんじゃない。女の人も声、どうなのみたいな感じで言うような人と来るみたいな。私の大きさ大きさでしょみたいなことをね。周り敵ばっかりやん。そうそうそう、もう男を一人でさ戦場だね。まあ、でも彼女も出た後にまあちょっとあの接客はいかんでみたいな形で言ってくれたもんで、まあよかったけど。グアムで挙式っていうのはどういう。ああ、そうそう、まあ、彼女の希望もかなりあるんだけど、グアムでやりたいと。うん、俺も、まあ、海外挙式いいなと思ってて、それで本当同郷の、兄弟と両親だけ呼んでちょっとやって、また二次会は別でこっちでやって名古屋でまたやろうかなと思ってますね。そっかそっか。まあね、前回の収録から、まあ、YouTube でも配信を始めたんだけど、うん、まあ今日で、まあ、1077回の再生回数があるんだけど、まあね、いろんなコンテンツある中の、まあ、第1位がね、あのビロの、あのジョイが教える本当に気持ちいいセックスということで、まあ、637回、ね、これはまあ本当に異業でしたよね、あの、なんでまあもうぜひこの勢いで、あのね、今年も幸せになっていただけたらなと思うので、はい、そういう無理やりなまとめで、カットはしないですけど、本当にね、おめでとうね。ありがとう、おめでとうございます。まあいろいろその進捗もね、そのね、それまでの道のりで面白い話、うん、起こりた話もあると思うので、ね、またちょっと定期的に ね、こういう、そう、結婚まつわるね、はい、いろんな問題がね、うん、いろんな心境ありそうだから、うん、なんでそういうのみんなに教えてもらって、で、ね、嫌な店とかあればここで行っていただければ、ね、あの少しでも、ね、破産して、そう、あの相手に伝わると対抗できる、そうだね、うん、メディアでね、ここあると思うんで、そう、メディアの力でやっていきましょうね。そうですね、まあ、そうですね、本当かよ。はい。